聞こえてますですます、ありがとうギフトありがとうございます、生電話もありがとうございました、久しぶりです。緊張はしないですよ、結構ゆるいゆるいっていうか悪い意味じゃなくて。友明さんも緊張するようなラジオじゃないよって言ってくださってるような、なんだろう、喋りやすいラジオなのでガチガチじゃないので。こんばんは、僕のリカちゃん、そうだよ、さりげなくさりげなくぶっこんでるよ、僕のリカちゃん。ゆきりかのファン国内ってキャラ、こんばんは。マイケル・ジャクソン、でもラジオして思ったけど、私大晦日の予定とかなんもないや、今日仕事納めだから明日と明後日は丸一日休みなんですよ。30、31だよね、30、31なんもないや、なんか決めなきゃもったいないな。お料理でもしたらどうですかって、そば、配信はするけど、大掃除しようかな、ネタフリを見よう。生電話ならオッケーみたいな、でもあなたは違うでしょ、一押し、そんな3番手と妥協するんですか、3番かもわからんけど、何番かわからんけどさ、一押しとかじゃないのに。妥協したらダメです。でも温泉いいなって思ったけど、広島ってなんか温泉あるっけな、しない、確か温泉なんか行ったことないな、広島で。サウカツ、サウナ、サウナ、こんばんは。まあ明日はとりあえず大掃除しよう、まず本当に綺麗にしたいから大掃除して、江田島、白潤さんギフトありがとうございます。江田島、一人温泉、まあ温泉は一人がいいかもね。スティーブさんギフトありがとうございます。スティーライダーさんいいね、ありがとうございます。高校生なんだね、何歳か分からずに喋ってた。私めっちゃ上じゃん、そうでもないか。もういらないものを思い切って捨てようデーにしよう、明日は。いらないものを思い切って捨てよう。そして使わないものは実家に送ろう。
めっちゃ目乾燥する今日。留守電話なんですって。ああこんばんは。雪温泉、温泉ある？ようちゃん、ギフトありがとうございます。ヨッシーさんもありがとうございます。なんか目だけめっちゃ眠たい今日。体と心は元気なのに目が眠たがってる。目が眠たがってるんだ。ワイプで映ってるから。確かに確かに。1時間半7時から。今の串の音ですからねこれ。1時間半2時間ぐらい。あ、俺が作品たかって。伝わった。そう、目が眠たがってるんだ。目が閉じようとしてる。全然、ね、眠くないし元気なのに目が閉じたがってる。ゆきりかの目が閉じたがってるんだ。ずっと笑顔キープしてた。でも真顔でさいられても困るじゃん。こんなこんばんは。ねむねむねゆきね、早寝しよう。私早寝したいんだよね。血圧を上げたいから。チョコ食べよう。ずっと真顔も気まずいじゃん。私の好きなチョコレート。リーフメモリー知ってる？これ美味しいよね。うのむさんギフトありがとうございます。おせち何が好き？かまぼこ。ね、短期間で呼ばれるのは嬉しい。そうだよ。また来年。最後の一個。なんかお正月っていろんな味のかまぼこ食べるじゃないですか。なんか卵みたいな、なんかアフロみたいな卵みたいなやつとか、いろんなかまぼこを食べるんですよ。そのかまぼこが好きです。うん、告白されてました。そうですね。そんな軽く告白なんかしたらダメですよ。結婚なんてそんな軽く口にしてはいけません。スルパーさん可愛いギフトありがとうございます。卵のアフロみたいなかまぼこあれ好き。アフロみたいなこんなやつ。ゆきりかのレギュラーラジオね。映画紹介したいんだけど、マジでなんか映画、マジ映画めっちゃ見てる。ただ見てるだけでなんかなんもないけど、もうめっちゃ見てるんですよ本当に。一歩さんありがとうございます。もうアマプラのおすすめに出てくるやつは全部見たことあるやつみたいなレベルで、あこれも見たことある、あこれも見たことある。伊達巻き、なんか卵のさ、卵の粉ぐらい映画が好きなんですよ。
そこら辺のね、趣味映画みたいな適当に言ってるんじゃなくて、そう。あ、かまぼこじゃない？かまぼこ屋さんで買ってるんだよね。でもブログで映画紹介か、いいんかな。こんばんは。週一金曜日とかに、金曜日キリカの映画紹介、来年から始めようかな。ちょうどキリがいいし、始めるなら映画金曜日がいいかな、土日に見れるように。金曜ロードショー、キリカの金曜ロードショー、映画めっちゃ語れるんですよ。毎週新年から、2023年から6からかな。だから映画の紹介してたらコラボの仕事来る。映画に出れたらいいね。あ、逆に出る。確かに映画も出たいね。新春映画か。新春映画までは詳しくないんだよね。ホームアロー見たことあるよ。新春映画何があるんだろう。映画館派じゃないからな。映画のジャンルは何でも見るのって、そうね、アマプラのおすすめにあったら何でも見る。映画ってめちゃくちゃあるけど、なんかアマプラの作品とか限られてるから見るものなくなってくるんですよ。いや、目がめっちゃ閉じたがる、どうしよう。おやすみなさい、おやすみなさい。こんばんは。眠くないのに目が閉じる。明日私は大掃除する。今掃除のモチベ結構あるので、部屋も結構綺麗になってきてて、本当にもう思い切って捨てちゃう、ね、ゴミ袋を大量に作るぞっていう、あのゴミの塊、目標はゴミ袋10袋分。明日私は掃除する。映画のタイトル。あ、そう、雪だるま外したさっき。そうなんや。もうなんかこまごましたものとかも多いので、ギフトありがとうございます。泉さん、そう、目標は10個、ゴミ箱、違う、ゴミ袋を作る、40リットルの。お正月しようか。お正月か。お正月はでも、うん、なんもないな。こんばんは。なっちゃんちはね、止まってるよ絶対。
あの人実家ばっか帰ってるでしょ。犬と戯れてるイメージ最近。ゴミ収集とか知らないな。何も知らないや。コクルとかくんとか。そう、ずっと実家にいるよ。実家大好きだから。犬よりも私も変わってほしい。全然。曜日決まってないの？なんの？あ、ゴミ？え、正月休みとか聞いてない。強がりじゃないです。私最近あの一人が好きなんですよ。かまってちゃんじゃないの。かまってちゃんじゃないから。とりあえず部屋のお掃除をしたい。もう小物、こまごましたものを消したいですね。出すところ書いてない。まあ書いてないけど、まあダメなら正月帰ってきてから出したらいいや。りちゃさんギフトありがとうございます。私もかまってちゃんじゃなくなったんですよ。かまってちゃんの反対語ってなんだろう。まあゴミ収集日終わったんだったら別に年明けてから出してもいいや。ゴミ袋作っとるだけ作っといて出すのはまだ。年越しそばに具はどんなの入れる？エビ天入れたいけどさ、実家だったらエビ天を絶対入れてもらうんですよ。私好きなのでエビ天。今年実家じゃないからな。コンビニのそば食べようかな。コンビニのエビ天そば買おうかな。胸雪梨花も一人でできるもん。スーパーか。どん兵衛。最近1年早いなと思ったことありますか？でも結構さっきのラジオで振り返ってみたら1年って長かったなって思いました。だって太鼓の達人も今年だし、落語も今年でしょ。結構昔のことのようだから、そう思ったら1年って意外と長いんだなって。落語あ今年なんかみたいな感覚だから結構長いなって思いますね。坂道 FC さんハートありがとうございますね。落語去年って言われてもさ、おーって感じで去年だったんだみたいな。今年そうなんか落語やってよ。嫌です。有料プランです。落語は意外と長かったですね。でも22歳はこれで終わると思ったら。来年の落語決まったの？もう。え？22歳これで終わるのでも物足りないな。もったいないというか物足りない。なんか。
ノリダーさんギフトありがとうございます。え、決まったんだ。初めて知ったんだけど、落語またあるんだ。へえ。そう、若いよ、若い、まだ若いよ。まああと半年あるんか。そっか、じゃああと半年。アドルさんギフトありがとうございます。空気乾燥するよね。傷ちかげさんギフトありがとうございます。年末なのに全く実感がない今日この頃。え、わかるよ、何も実感ない。広島おるけんかなね。なんか悲しいね、実感ないの。実感欲しいよね。スーパーとか行ったら実感しそう。スーパーって年末さ結構華やかにされてるじゃん。スーパーとか行ってないからな。イオンみたいなとこ行ったらさ年末感じそう。毎年ね、この時期は実家にいるから。でイオンとか行ってさ福袋のセッティングされてたりさ、年末感あったりさ。まだ実感ないよ、あと2日だよね。やばいやばい。そう、コンビニ季節感ないよね。スーパーとか大型スーパー行かんとね。大型スーパー行ったら結構いろいろなんか味わえる。クリスマスの時はツリーが出てたり。最近はね本通りも行けてないし、ちゃんと年末実感したいよね。街に出たら多分実感する。街に出よう。こんばんは。急なアンツ。外食閉まってるっけ。実家帰りたいな早く。うわ、資源不足じゃねえかよ。目がめっちゃ乾燥する。よもりにさんギフトありがとうございます。スナタリン、自分あれがタリン、緑の茶色の、茶色の上に緑が乗っとるやつ、そっちかな。はじめまして、はじめまして、こんばんは。 STU48 のプレイキリカです。こんばんは。
ね、全然ないよな。肉。一人暮らしだと正月を実感できない。本当にそう。そば食べなきゃね。今日コンビニでそば買うか迷ったけど、まだ年越しじゃないしと思って。夜ご飯何食べようかな。トン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 。コルネリさん、ギフトありがとうございます。お年玉でそんなもらえないよ。なんか親戚多くないから。コンビニはでもあのそば美味しい。意外となんかエビ乗ってるやつ。え、かき鍋めっちゃいいやん。めっちゃ美味しそうなのも食べてる。私は今日は何食べたっけ。コンビニのパスタ。お年玉誰にもあげないですね。あげないよ。ラーメン食べてきた。いいな、ラーメンって美味しいよね。いいね。マーニさんギフトありがとうございます。牡蠣鍋は食べたい。牡蠣食べたい。ギフトありがとうございます。くるくる。ワクチンさんありがとうございます。お年玉あげる人がいないんだよね。てか弟しかいないからさ。でも弟は2個しか変わんないんだよね。小さい子じゃないし、あげる人いないんだよ。目が乾燥する。お腹すいたね。今日の目標は早く寝る。初見です、はじめまして。ゆうまさんこんばんは。もらいましょうかって。結構です、無理に探してないので。ジェイ君ありがとうございます。後輩にあげる。そんなことある。こんばんは。そんな大金持ちじゃないよ。こんばんは。もらってもいいですよ。あげませんよ。なんで年上にここ小金持ち、小銭持ちです。こんばんは。こんばんは。欲しいんだけどなーって。働け。こんなこと言った。あげないですよ。こんばんは。こんばんは。客席からステージに投げる。あ、それだったらいいね。え、逆逆逆。あ、逆か。逆
客席からステージ、あ、それはいいね、うん、客席からステージだったら大歓迎ですけど。ギフトありがとうございます。スメイさん、メイさん、ソウセツさん、お久しぶりです。お久しぶりです。ソウセツです。おやすみグループさん、ありがとうございます。こんばんは。客席からステージに向かって。白井黒子さん、ギフトありがとうございます。ペコリ、もう目が、今日この配信で終わりです。もちろんもう散々見たでしょ、私の顔今日。4時間半、5時間ぐらい見てますよ。私も来た。ゆきさん、かわいいギフトありがとうございます。5時間ぐらい、私はでもリハーサル合わせてさ、リハーサル1時間、レッスン3時間、今日10時間労働ぐらいだ。リカとアリしか見てない。それはもっと他のものを見ようよ。明日の配信の予定、え、どうしようかな。とりあえず昼、とりあえずお昼に1回と夜ですね。レッスンはね、数少数じゃないね、アンダーの人だけ。とりあえず昼12時に1回と、あとは夜何時にしようかな、そこまでは決めてないけど、夕方と夜とかにしようかなって思います。11時ぐらいには終わりたいですね。このまま寝ようと思ったら早く寝れそうなのにさ、お風呂入るから目覚めるんだよね。お風呂入ったら全力で目覚める。こんばんは。全部で180がマックスだけど、まあ180にこだわってはないです。え、朝入りたくないんですよ。夜入らないと寝れないんですよ。夜入らないと寝れない人間なんですよ。心地よく、めんどくさい人間なんです。今だったら寝れそうなテンションだけど、寝れないんですよ。お風呂入らないと寝れそうなテンションではあるけど、夜入らないと寝れないのに入っても目覚めるっていう矛盾です。なんかやだよね。しかもレッスンとかあったしさ、ちょっとでもなんか、なんだろう、不快感を感じるまま寝れないけど、入ったら寝れない。まあ、どっちも寝れないんですよ。どっちも寝れないんですけどね。リアテンさん、ギフトありがとうございます。そう、しかもね、ヘアオイルとかも塗ってるからさ、なんか目立つきそうだし、洗い流さないと。ヘアオイルとか明日になったら汚くなってそう。なんか そうなんですよ。なので私は配信終わったらお風呂に入ります。
呂寒い、分かる。寒すぎて出たくないよね。出た瞬間めっちゃ寒くない？脱衣所寒っみたいな。寝癖はつきますよ。寝癖は、そう、お風呂出た瞬間めっちゃ寒いよね。ゆずのお風呂はどうでしたか？ゆずのお風呂は普通にゆず風呂でした。いつものゆず風呂でも、ゆず1個じゃね、まあ、あんま変わんないかな。入浴剤の方が匂いきついから、ゆず1個あのお風呂に入れたところでなくてもあっても変わんない。脱衣所エアコンついてる？ストーブ置いてる、いいね。そうしたらいいのか。髪切れありがとうございます。テーブル、テーブルコツ。私は出る瞬間寒いから、もうよめっちゃぬくもって暑い状態で出る。そしたら冷たい風がいい感じって思える。めちゃめちゃ暑いシャワーを浴びて出るとか、そしたら冷たくてちょうどいい。寒くて出れないから、もう暑いぐらいお湯使ったりシャワー浴びたりして出たらちょうどいいっていうのをやってます。ゆず風呂とテヘペロ。お風呂上がり何か飲みますか？飲みますよ。脱水症状になるので、お茶とか。うん、何時まで配信しよっかな今日は。何時から始めたっけな。終わってすぐ始めたから時間見てないや。40何歩とかやっけな。こんばんは。タロテンさんギフトありがとうございます。43か、なら43に終わろうかな。頭皮が見えちゃう。せめて 45？ まあどっちでもいいけど、適当適当。むしろ30でもね、30でもいいんだよね。なんでこんなになんか目だけ眠たいんだろう。気分的に元気なのに、なんかどっかに思いっきり頭ぶつけて目覚ましたい気分。バーンって早く楽にしてあげたい。そんな。ワイプのせい。その確かに、ずっと確かに1時間半2時間確かに。薬飲んでるって。病院でもらった薬ってことよね。昨日の飲んでないですね。飲まなきゃいけないよね。治ったんだよね。治っても飲んだ方がいいかな。パンタ君ギフトありがとうございます。夜ご飯後って書かれてあったよな確か。こんばんは。でも薬は2年持ちますって言われたから、8日のチケットトレード
ちゃん飲もうかな。こんばんは。チョコパイ食べようかな。そう、2年持つらしい。え、5年前の胃薬、それは怖くない？眠くない？物食べて目覚まそう。チョコパイを食べます。最近チョコパイ買ったんですよ、箱で。え、栄養とってね。栄養とったよ。夜ご飯はね、まだ、もうまだっていうか、いいや、今日はめんどくさいよ。あ、これは薬冷蔵庫に入れてないよ。暗いところでって言われてた。暗いところで2年持つ。村吉さん、ありがとうございます。お料理はね、そうね、あんましないかな。一人暮らしだからね、普通になんか弁当買った方が安いんですよ。節約か。うん、ケラが落ちる。え、今んとこ私落としてないよ。天才じゃない？何も落としてないよ、かけら。これ膝掛け引いてるんだけど。ご飯だけ食べか。おかずを買って帰るってこと？そう、吸いながら食べたら落ちないよ。吸いながら吸いながら食べたらいいんですよ。うん、落ちない。え、吸いながら食べん？落ちないです。全く落ちてないですよ。落ちそうなやつは吸うんですよ。あ、わかる？そう、落ちそうなかけらは吸うの。だから一個も落とさずに食べれます。めっちゃ綺麗ですよ。あ、ゼロゼロ。ブラボー、ありがとうございます。え、吸いながら食べたらいいよ。嘘、みんなやってると思ったんだけど。そう、加えて噛んで外すときに落ちるから、外す前に、そう、なんだろう、吸ったらいいんですよ、その落ちそうなやつを。で、それも一緒に食べるんです。ぜひやってみてください。ポロポロ落ちそうなかけらを吸うんです。チョコパイ以外もできる。できる。ハンバーガーとか。ハンバーガー、肺活量はいらない。吸いながら食べたら落ちないです。やってみたらわかるよ。吸って、なんか、なんだろう、
走る食べない、口紅がなくなったので足します。あ、アップルパイとかも、私三角チョコパイとかも落とさずに食べれる。うずしおパイ、どうだろう、でもいける気する。なんかちょっと吸うんですよ、パクってした後にそのままパッて外したら落ちるから、パクってした後にその周りの落ちそうなやつも全部食べるみたいな感じです。チョコパイの残、チョコパイの残骸ゼロ。なんかシールついてる。うずしおパイ、うずしおパイとか、年の方は真似しないでください。あ、きなこ餅とかはやらん方がいいね、肺に入る、肺咳出るわ。そうや、ダメダメ、きなこ餅でやったらダメですよ、それふって入りますから。皆さんギフトありがとうございます。うずしおパイ、愛媛のやつ、そっか、知らないか。っていうお話です。チョコパイでした。以上チョコパイでした。きな粉は吸ったらダメ。勉強になりました。はい、落ちそうになるやつを全部一緒に食べるっていうのがポイントです。でもやってみた方が早いですね、慣れたらもう余裕になるので、どこでも食べれます、落ちないので。三角チョコパイチャレンジね、できそう。三角チョコパイかじらなくてもさ、パサパサ落ちてくるよね、なんかすでに。髪の毛伸びた、そう、伸びた伸びた。一口でいけないでしょ、あれ。あれ一口でいけないよ、せめて二口。こんなチョコパイですよ、こんぐらい無理ですよ、そんな。せめて二口か三口、全力でいって三口かな。肺活量でも吐く方はないんですよ、吸う方しかできない、だから全然役立たないんですよ。吐くの弱いんですよ、肺活量。風船とかふーって吸う方が得意です。でもなんか吸うもんってないもんな。うどんめっちゃ早くすすれます、長いの。浮き輪も苦手。吸ね、風船が吸うタイプだったら私余裕なんですけど。あ、わんこそば得意なんかもね、やったことないや。あれですよね、どん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 出てくる。やったことないや。あ、タピオカ、タピオカ得意とかあるかな。タピオカ得意だけど吐く力は弱いんですよね、肺活量。しんふみさんギフトありがとうございます。
でもめちゃめちゃ吸う力あると思います。ぜひともね。でも試す方法がないわ。ジュースの早飲みとか、ミヒアさんハートありがとうございます。ハート、あともうちょっとで配信終わります。こんばんは。シュークリームのクリームも食べれる食べれる。そうだ、シュークリーム、シュークリーム吸いながら食べるんですよ適度に。落ちそうなやつを、落ちそうって分かるじゃないですか、それを吸って食べるみたいな。難しいね。でも音を立てるだけじゃないけど、密かに吸うみたいな。ギリカさんと年越ししたり配信しますよ。吸うっていうか、なんやろな、よくわからんな。まあランさんギフトありがとうございます。わからんけど吸ってるんですよね。こぼれいくらも吸います。全部吸う、掃除機です。の口は掃除機です。すいません、納豆巻き、納豆巻きさ、反対側から出てこん。落ちる以前にさ、なんか納豆巻きかじったら反対側から出てきそうになるんやけど、あれはでもどうしようもなくない？交互に食べろって言ってるのみたいな。かじったらさ、こっち側から出てこようとしてくる。こんばんは、こんばんは。え、吸収力、吸引力マジすごいと思いますよ。あ、ペットボトル潰せるかも、吸って。それ普通か、試しようがないからな。おとまやさんギフトありがとうございます。タコです。チョコ、あ、チョココロネとかね。イロハスのペットボトル誰でも潰せるんじゃないかな。誰でも潰せそう、それ。こんばんは。何が吸えそう？ティッシュとかティッシュを吸ってキープとか。でもそれは誰でもできるか。まあいいや。ということで、そんなこんなでそろそろ終わろうと思います。ティッシュを吸ってキープみたいな、けど誰でもできそう、それ。ってことで段順読みます。13位ジャクソンさん、12位ダイダイさん、11位ミニマロンさん、10位ミシュランさん、9位ゴーンさん、8位ミキヤさん、7位村吉さん、6位パードゥンさん、5位マイケル・ジャック、マイケル・ジャック、4位服部さん、3位ヤスルーパンさん、2位ウドムさん、1位おやすみグループさん
ありがとうございました。よし、お風呂入ろう。マイケル・ジャクソンじゃなくてマイケル・ジャク・うんうんになってる。うんになってるよ。ということで、おやすみなさい。あれ、残った。おやすみなさい。またメール送ります。おやすみの。ということで、今日もありがとうございました。目が寝ようとしてるの、私の。無理やり。おやすみなさい。おやすみなさいませ。43分なったかな。あ、まだなってない。めっちゃ配信した。マジで今日携帯とどんだけにらめっこしたんだってくらい。5時間くらい。目の声、目の声。ってことで、おやすみなさい。おやすみ、おやすみ、おやすみなさい。ね、ぐんない。部屋の大掃除も明日大掃除しよう。とりあえず明日は12時からやりますので、お昼休みとかになると思うので、見に来てくれると嬉しいです。昼と夕方と夜とか、まあとりあえず昼は12時で、夜はまた後でその時に決めます。明日が3年目なんかな、毎日アイドルジャスト。え、大掃除配信はなんかやだ。ってことで、承知いたしました。おやすみなさい。スティーブルンルンさん、ギフトありがとうございます。じゃあまたね。おやすみなさい。おやー。いいさ。